さとみなさん、やってまいりました。はい。いきなり聞きたいのはですね、テストイベントがあったでしょう。はい。先行して3着、はい、写真とかレポートは見れたんですけど、はい、あれかなり僅差の3着だったでしょ。あ、自分の中では、うん、今まで以上にはこうゴール接戦まで持ち込めたなと、うん、あったんですけど、やっぱ横抜かれる感じは全然力の差をすごく感じました。はい、まだじゃあ力の差がその優香さん、理恵さんか。はい。ただトレーニングその普通開催のレースというか、うん、含めて見てもスピード、タイム、いろいろな面が成長は明らかに出てます。そうですね、テストイベントでハローも自己ベスト出せたので、まあ、スピードともに上がってると思います。その中、このコレクション勝ちたいぞという気持ちはどうでしょう。勝ちたいぞっていうよりかは、うん、あ、もう今度こそ取りますっていう気持ちできたので、う、ね、もう、はい、ここでしっかりコレクション取って香港につなげられるように頑張りたいです。うん、そうか、香港にもすぐ飛び立って。そうです、うん、そう考えるとね、やるべきことというか、ね、勝つことが求められてというところで、ね、そうですね、もう勝つことがまあ大前提っていう感じの雰囲気で送り出されたので、うん、まずそれに応えられるように頑張ります。いや、香港にその胸を張っていけるように、はい、それこそね、ファンもね、やっと里見がね、ここに来て日本背負って楽しみにこうなってくるなというのが優勝で見られそうですね。そうですね、日本だけでなく海外でもしっかり活躍できるように頑張ります。いい人にはしています。すごい、ね、風で涙がすごい出てる。レース当日はもうちょっと収まりそうですけど、はい、はい、風、前回の真っ逆もね、風と雨ひどかったんで、うん、まあ、それでも物おじせずに自分から仕掛けられたので、今回も何も考えずにいけると思います。ありがとうございました。ありがとうございました。